ババのエは、広島テレビ放送のアナウンサー。福井県堺市丸岡町出身。福井県立藤島高等学校を経て、1997年日本大学芸術学部を卒業後、1997年に広島テレビ放送へ入社。夕方のニュース、生活情報番組、柏竹明のテレビ宣言や、すすめ、スポーツ元気丸など、 同局の看板番組に出演する。2003年6月に結婚。2004年、2007年、2011年に出産し、3児の母親である。2017年11月23日、フレスタプレゼンツ第4回広島4 2 1 9 5トルリレーマラソンに参加したテレビパチームの総監督を務める。 2017年12月9日、テレビパメンバー7人で臨んだアイスタイルプレゼンツ、TGC 広島2017倍、東京ガールズコレクションにて、ババはファンであるカープ安倍智宏選手のハッキ T シャツを着て、登場して、ハッキポーズを披露し、人生初ランウェイ。2018年3月7日、広島市東消防署1日消防署長を務めた。また、当日、 指揮者として、広島テレビ新社屋で、消火訓練の見守りを行ったほか、講演会などを行った、アナウンス部チーフアナウンサーを務めている。ありがとうございます。